謎解き。スカッとしたい人にはおすすめ脳トレが全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、次の漢字の仲間に入れる漢字はアからウのどれでしょう。正解はイでした。漢字をひらがなに変換して前にマをつけたら別の言葉になれるものです。イは摩擦となり仲間になれます。第2問、ハテナに入る数字は何でしょう。正解は8でした。分母と分子はともに前2つの数字を足したものが次の数になっています。よってハテナには3足す5で8が入ります。第3問、これ何と読むでしょう。正解は早朝でした。イラストと数字を漢字に変換すると早朝と読めます。第4問、ハテナに入る数字は何でしょう。
正解は4でした。左上から渦巻き状に19425が並んでいるので、ハテナには4が入ります。第5問、ハテナに入る都道府県は何でしょう。正解は埼玉でした。左辺の漢字をひらがなに変換して右辺の上に載せてみると、縦が50音順に並んでいることがわかります。同様に考えると、ハテナに入るのは埼玉となります。おまけ問題です。仲間外れはどれでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。